味噌菌を絶対に買ってもらう方法。のび太の場合、味噌菌どこにも売ってないな。ネットとかで売ってたりしないかな。あった、1万円だけどあった、買っちゃった。スネ夫の場合、パパの知り合いに日清の人がいたな。ねえ、味噌菌どうにかならない？ありがとう、こんなにたっぷりくれるなんて。一つで十分だから残りはメルカリで売ってみよう。1万とかでいけるかな。バカなやつが買ってくれるか。ジャイアンの場合、味噌菌どこに行けばあるんだ？まさかのび太が買えてるなんてな。それよこせ。俺のものは俺のもの、お前のものは俺のもの。1万円で買ったのに。しずかちゃんの場合、味噌菌食べたいわね。のび太さん、その味噌菌汚しなさいよ。だけど僕がまた1万使って買ったやつだから。私のこと好きなんでしょ？ポイント稼ぎなさいよ。できすぎくんの場合、味噌菌売ってないんだったら作ればいいか。はい、出来上がり。なんだか味噌菌より美味しくできたな。これでお店が繁盛だ。ドラえもんの場合、味噌菌欲しいからどこでもドアで日清さんへ。なんだ君は。味噌菌出さないと撃つよ。これで味噌菌ゲットだ。お題はこれだ。チャンネル登録よろしくお願いします。